野平雄二は、日本の騎手、調教師。千葉県船橋市、小作出身。騎手としても調教師としても成功し、ミスター競馬と呼ばれた。父の野平正造は、元騎手、元調教師。孫の日本柳宗は、騎手。2004年、騎手検証者に選出。父の正造が騎手を引退した後、下佐五両牧場で働いていた時に生まれる。幼少の頃から、 馬が身近にいる環境で育ち、小学校時代には馬に蔵をつけて乗るようになっていた。尋常小学校を卒業後、関東中学に進学するが、騎手を志して退学。1942年、騎手見習いとして、関東の名門、小型陶器地球舎に入門した。1944年春に騎手免許を取得し、同年12月3日、 東京修練場において行われた能力検定競争で初起乗。同月5日に初勝利を挙げる。1945年4月に宇都宮市へ疎開し、日本競馬会の仕事に従事。毎日10頭近くの馬を一人で調教し、世話をするという過酷な労働と栄養失調から肉体と精神に変調をきたし、どうせ死ぬならお国のために戦って死にたいと決意。 海軍飛行予下練習生を塚に願書を出願したが、受験日に指定された8月15日に太平洋戦争は終結した。1946年に公認競馬が再開されるとこれに参加。1949年に小形9社からの平ら蔵9社移籍。1952年にスプリングステークスで重賞発、勝利。 1957年に公認競馬、中央競馬を通じて初となる年間100勝をマーク。翌1958年には中央競馬における当時の年間最多勝記録となる121勝をマークした。オーストラリアへ遠征、編集1959年、オーストラリアで行われた国際機種招待競争、インターナショナルステークスに参戦。 メルボルンで行われた第一戦は直頭に起乗して7着に終わったが、招待騎手では最先着であった。12月12日には場所をシドニーのカンタベリー競馬場へ移し、第二戦で6歳戦馬の赤タラワに起乗。大外枠からスムーズなスタートを決めて2番手につけると、交渉面では先頭に立ち、そのままノーステッキで後続を振り切って優勝。 日本国外のレースにおける日本人騎手初勝利を挙げ、騎象面に問題のあった赤太良わという競争馬を難なく挙した野平の騎乗は現地の競馬関係者に称賛された。ブリスベンで行われた第三戦では、人気薄のトーク輪で3着となる、好成績を収めて帰国し、野平自身、海外の騎士とも互角にやれるという自信を得た。海外競馬に対する関心が高まる。 編集1967年スピードシンボリで天皇賞を制覇。同年、同馬に起乗して、ワシントン DC インターナショナルに遠征。アメリカの一流競争馬の能力を目の当たりにした、野平は、オーストラリア遠征で得た自信を完全に打ち砕かれ、スピードシンボリの馬種、和田智博と外国の馬の強さの秘密を知るには、積極的に現地へ足を運ぶ必要があるという。 認識を共有することとなった。1969年、再びスピードシンボリで海外遠征を完光。キング・ジョージ・クイーン・エリザベス・テークスや外線門賞に起乗。日本国外の競馬のレベルの高さ、遠征の難しさを改めて痛感させられる結果となった。1972年、和田智弘、北野豊吉、藤田正明橋9名の協力を得て、 日本ホースメンクラブを結成。目標は、馬シが出資した資金を元手に購入した競争馬をヨーロッパの旧舎で管理し、本場の大レース優勝を目指すというものであった。野平はフランスに長期滞在して競争馬の調達を担当。同時に騎手として現地のレースに起乗した。この遠征において、野平は同クラブが所有するビバドンナに起乗して、 同ビル競馬場で行われたレースを優勝し、日本人騎士として欧州のレース初勝利を挙げた。また、日本から遠征してきたメジロムサシに騎乗して、外戦門賞、ワシントン DC インターナショナルに出走した。騎手引退、編集1975年、父賞三の死に伴い、旧社を引き継ぐために騎手引退を決意。同年2月26日、 最後のレースとなったメグロ記念に優勝し、騎手として優秀の美を飾った。騎手として初めて八大競争完全制覇を成し遂げた安田隆義に勝るとも劣らない戦績を残したが、ボバクラシック制覇は最後まで叶うことがなかった。有馬記念は優勝している。長教師免許手と首は1975年3月1日。同年8月に旧社を開業し8月2日に。 初出走。同年12月7日、北海ノーブルで、初勝利を挙げた。1976年、同じく北海ノーブルで、ステイヤーズ・ステークスに勝利して、重賞初制覇。またコーラルシーを管理して、同馬はマは1981年のダービーでは、勝つトップエースの3着に食い込んでいる。シンボリルドルフを管理、編集1983年、シンボリルドルフを管理、 状況にまたがった野平は、デビュー前から、その非凡な素質を見抜いていた。1984年、岡部幸雄騎手や藤沢和夫調教助手らと共に、綿密な調教プランを立て、シンボリルドルフを史上4頭目の三冠馬に育てる。それ以外に1984年から1985年に、かけて有馬記念二勝、天皇賞、ジャパンカップを制止七冠という偉業を達成した。 野平は同馬に対し、絶対的な信頼をしており、天皇賞、秋の出走時に、競馬には絶対はないがシンボリルドルフには、絶対があると発言した。ルドルフの隊長をめぐって、和田と博と対立、絶縁、編集1985年、宝塚記念を前に、シンボリルドルフの隊長をめぐり、それまでの経験から、体この時は和田が折れてるドルフは、 宝塚記念に出走しないこととなった。翌1986年、国外遠征を控えたルドルフの隊長をめぐって、再び、野平と桐沢が対立。さらに遠征の日程をめぐって野平と和田の意見が、対立していたことから和田と絶縁状態に陥る。関係の断絶は和田が死去するまで、ついに解消されることはなかった。2000年2月29日、 定年により調教師を引退。翌2001年8月6日に肺炎のため死去。2004年 JRA 発足50周年を機に検証され、殿堂入りを果たした。ふとじは八大競争を含む GIQ レース。ふとじは文化生。括っこは旧社所属機関と所属中の職分。ありがとうございます。